さあ、とっても素敵な空間で美味しい日本料理が食べられるお店があるということで、こちら本館町寿町通りにやってまいりました。さあ、そしてこのお店ご覧ください。立派な建物ですよね。すごいな。このお店に私お邪魔しようと思います。春菜古民家ゆるりです。はい、こちらの店内なんですけど、外とはまた違った雰囲気ですね。そうですね、もう築100年の古民家なんですけども、なんかこうモダンな感じで女性の方が喜んでいただければなということで設計させて作らせていただきましたけども、大広間がだいたい20畳ぐらいですかね。それで一席で、年寄りの方も喜んでいただけるということで、ゆっくりさせてもらう一席ご用意してある部屋と、それから小上がりが2部屋ですね。それからボックスが2つと、それから今回ちょっとこだわって作らせてもらった囲炉裏がカウンターですね。これが1箇所以上で作らせてもらってあるんですけども、うわ、この席はちょっと人気の席になって取り合いになっちゃうかもしれませんね。皆さん見てください。こちらに一番人気のゆるり御膳用意していただきました。本当に綺麗ですね。ありがとうございます。このお料理のこだわりってどんなところですか？女性の方のお客様が多いんで、はい、少しずつですね、お料理をちょっとずついろんな種類のお料理を楽しんでいただければということで作った献立なんですけど、器は氷ですか？これ。そうですね、氷で、一つずつ自分で手作りで。手作り、はい、ではマグロいただきます。美味しいです。ありがとうございます。マグロも美味しいんですけど、醤油も美味しいですね、これね。そうですね、土佐醤油で鰹節で取ってるんで、はい、醤油にまでやっぱりこだわってらっしゃるんですね。すごいですね。このカゴの中も本当に色とりどりですね。はい、今回はどういったものが入ってるんですか？そうですね、この20品ぐらいは入ってるんですけども、はいはい、もずくが青森から特別に取り寄せてるもずくなんで、食感がちょっといいんで、ちょっと食べていただければと思いますけども。もずくいただきます。もずくちゃん、この食感はすごいです。歯をちょっと跳ね返してくるぐらい元気のあるもずくですね、これね。音聞こえますもんね。もうホン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 って感じだと思いますけど、先ほどのゆるり御膳も人気あるんですが、はい、こちらの海鮮釜飯も目の前で炊き上がる人気の一つなんで、召し上がってみてください。目の前で炊き上がる、いいですね。じゃあちょっと炊き上がるの待ちましょう。目の前で釜飯が炊き上がるのを待つ、こんな時間を過ごすのもたまにはいいですね。およそ20分、なんだかワクワクです。待っている間にはゆるり御膳と同じカゴに入った小鉢を楽しんでください。さあ、もうそろそろでしょうか。はい、炊き上がりました。中見てないんですよ、私もまだ全然。いきますよ皆さん、いきます。じゃーん、じゃじゃーん。うーわー、カニの足が大きいですね。はい、いやー、熱ですよ。わわわわわわ、すごい湯気がいっぱい出てきて、いや、いい香り。いただきます。やっぱりね、このお米いただかないとね。もう私幸せですっていうのが一番いいかもしれません、これ。ご主人、ありがとうございます。いやー、もうね、口の中に入れた途端にもう本当に豊かな、もう味が広がるっていう感じですね。やっぱりね、こう心を込めて
本当に手をかけて作ったお料理って美味しいですね。そうですね。これ見て、私こんな感じの足食べるのちょっと久しぶりでちょっともったいないんですけど一口でいく。ご主人ありがとうございます。幸せだこれ。そして釜飯のもう一つの楽しみ、おこげ。海鮮の風味にパリッとした香ばしさが加わって、これもまた幸せです。繊細な味が評判で女性に大人気の旬菜古民家ゆるり。お夕食のご来店ではカクテルはじめ焼酎、日本酒など様々なお飲み物もご用意しています。中でも十数種類揃った梅酒はこちらも女性に大人気です。皆さんも日頃の忙しさをちょっと忘れて、古民家に流れるゆったりした時間の中で食事をお楽しみください。いや、このカニの爪、美味しそうですね。美味しかったです。はい、そしてあの釜飯がこう目の前で炊けちゃうわけ。そう、やっぱりね、こう目の前でね、ご飯炊けるっていうのはね、楽しい。食べるだけじゃなくて楽しいですよ。そうだよね。炊きたてがまた美味しいですよね。美味しいです。さあ、そんな中、他にも夏のグルメの紹介をしましょう。ああ、夏はやっぱりビールですよね。でも、ビールばっかり飲んでいると、やっぱり夏バテしてしまったり、栄養があまり取れなかったりしますよね。そこで今日お邪魔しているのは、とんかつと海鮮のお店かりん亭さんなんです。以前もご紹介したお店なんですけれども、ここで栄養がたっぷり取れるというメニューをご紹介してもらおうと思います。東条店長、お願いします。はい、はい、やっぱり定番の黒豚カツです。やっぱりかりん亭さんといったら黒豚のとんかつですよね。この黒豚のとんかつといえばビタミン D が豊富で、夏バテにはもってこいのメニューなんですね。かりん亭の黒豚は黒豚の中でも格別の鹿児島産黒豚を使っています。鹿児島の黒豚はさつまいもで育てられ、筋肉繊維が細かくて歯切れがよく、脂肪がさらりと溶けて甘みがあるそうです。はい、では早速いただきたいと思います。こちらのソース、これもかりん亭さんのオリジナルソースなんですよね。はい、そうです。じゃあちょっとたっぷりかけさせていただいて。衣がさっくりしていて、お肉に本当に甘みがある感じがします。はい、黒豚ならではの味ですね。これ美味しくてお酒も進んで、さらに夏バテも解消できるという、まさにこの一石三鳥のメニューですよね。さあ、とんかつで夏バテを乗り越えました。さらに夏には初期払いや同級会といった楽しい楽しい行事がありますよね。そんな時にぴったりなメニューをまたまた店長さんにご紹介いただきます。こちらですよ。美しいですね。海鮮のメニューなんですよね。こちらの方は予約限定の盛り合わせというふうにお伺いしてるんですけど。はい、そうです。あのお客様のご要望に応じたお料理をお作りしますんで、あの細かく言っていただければ細かくなるべくお作りするようにしています。なるほど。じゃあもうトロが好きってなったらトロ三昧みたいな感じになる。なるべくします。なるそうですよ。皆さんぜひかりん亭さんに電話して好きなメニューを言っていただいて、楽しい初期払い、そして同級会など集まりの時にぴったりなメニューを出してもらうといいかと思います。さて、かりん亭では夏はやっぱり飲み放題ということで、とってもお得な飲み放題のプランをご用意しています。お料理は2500円からで、飲み放題はそこに1500円プラスのお値段、計4000円のご予算から飲み放題をお楽しみいただけます。メニューは個人盛り、盛り合わせ、和食、洋食とお客様のご希望にお答えします。人数はお二人様から30名様くらいまで受けたまわっておりますので、お気軽にご相談ください。
それではここでお店のおさらいです。はい、マップ登場ですね。はい、いきますよ。今回ご紹介した春菜古民家ゆるりですけれども、本館町寿町通りを東へ向かう途中にあります。そしてかりん亭須坂店ですけれども、須坂市小川原のおいしい広場にあります。はい、2店舗ともぜひ皆さんお出かけになってみてください。